小人の靴や昔々仲の良いおじいさんとおばあさんが靴屋さんを開いていました。朝から晩までよく働きましたが、靴はちっとも売れず、とても貧乏でした。Yeah.
着ると靴ができていて、すぐに売れてしまうのです。小人たちのためにおじいさんとおばあさんは食器を作り、窓のそばに置いておきました。そしてお客さんたちはおいしいケーキを焼きました。
私は現れなくなりましたが、おじいさんとおばあさんは靴を作って幸せに暮らしましたとさ。はい、では幕が閉まります。もう一度大きな拍手をお願いします。